魂が喜ばないっていうか、うん、もう本当外じゃないのよ、内側から出てくるもんなんで、うんうん行動も変わるから、行動も変わるし、結果も変わるし、結果が変わるとみんなハッピーになって、イエーイになってからね。ね、これね、さっきね、これ面白いのよ。皆さん。出てきてるんですよ、さっき。はい、これ。見えるかな？イザヤ・ベンダさんのね、はい、日本人とユダヤ人、はいはい、これ読んでみて、これ結構そうです、課題本として書きます、ちょっと待ってください、今書きますよ、うん、著者がイザヤ・ベンダさん、これもう結構読まれてる人多いと思うよ、私のブログ見てる人なんか結構こういうの好きな人多いと思う、わかりました、読んでおきます、はいはいはい、じゃあ行きましょうか、はい、今日は何の、どういうようなテーマで、はい、今回のテーマはですね、うん、好きなことで生きていくための必須の方法というです。まったくこれざっくりしたな、これ。はい、前回そのテーマでいきますってお話して、OK でっていう話を、いただいてたやつで。毎回これ、大方60分ぐらいこれ、何も考えんと振ってきたねって言ってた。何じゃないなと思う。じゃあちょっとおさらいいきましょう。前回の金融、前回でしたよね。はいはいはい。お話でした。で、はい、もう一度おさらいしますね。はい。今、ざっくりとですね、世の中で起こっていること、これ世界、地球全体で起こっていることですね。要はこの金融を今の形ですよ。この今の現代金融システム、はい、この間も言ったように、前回の動画で言ったように、ロスチャイルドの金融です。で、はい、これをもうやめようっていう方向なんですね。なるほどね。この金融を崩壊させるために、いろんなことが起きていると言ったら分かりやすいと思うんですよ。うんうん、なぜね、じゃあ金融を崩壊させてるのかっていう理由的、端的にいくと、うん、戦争なんですよ。戦争、うん、戦争とか、うん、まあ、争いとか、うん、もういろいろ全部そう、全部ひっくるめてそうです、はい、はい、疫病も、はい、お注射もね、ひっくるめて、はい、元の根源にあるのはマネーなんですよ、これ着地、なるほど、うん、結局はもうマネーなんですよ。で、うん、このマネーをね、一回潰すぞということをやってるわけで、新しいマネーに世界中入れ替えると、はい、まあ、ロシアなんかも入れ替もう変わりましたよね、はい、ね、ゴールドの裏付けのある通貨に当たるように変わったし、はい、で、はい、まあ、そういうふうにドミノ倒しのように世界中が、はい、新しい金融へ移行していきますっていうのがまず、はい、おさらいです、はい、これが今時代の大変革の、はい、なんていうかな、こと起こってることの中心部、中心ですよ。で、好きなことで生きていくみたいな話の、現状認識からまずいきましょうか。はい、それぞれが、はい、まあ、日本の中で1億人おるとしましょう。で、はい、1億人が、すべてがみんな今好きなことやってるんですよ。ねえ、本当ですね。うん、そもそもね、うん。だから、納得してないけど、こうなってますとか、なんか好きな仕事でもないけど、やってますとか言いながら言ってるってこと。はい。はい、好きでやってるんですよ、そもそも。まずそこは現状認識なんですよ。はいはいはい、そうですね。うん、だから、自分が好きでやってるんだから、いちいち文句言うなみたいな話わけよ、これね。はいはいはい。ということでしょ？はい。で、これが現状認識ですよ。はい。この現状を少し変えたいとか、はい、もう少し自分がその思ってた、思い描いてるものに近づけていきたいとかいう話になってくると思うんですね。はい、そうです、そうです。皆さんがその思い描くというか、うん、なかなかその好きなことでやりたいからって必死になってやってる人たちが多いじゃないですか、世の中って。現状打破というか、それを夢見てるというか、その、うん、自分を苦しいと勘違いをしてるのかわからないんですけど、結構みんな好きなことで生きていくっていうワードに惹かれて、いろんな方がそういうのを目指してやってしまうってことがありまして、でも、そこって意識するところなのっていうのを自分的に思ってるわけですよ。で、その部分に関して、やっぱり、まっちゃん的にやっぱりどう思うのかとか、うんうんうん、実際そうじゃないよっていうふうに、まっちゃんと触れても感じるので、僕の中でね。うんうんうん、全然違うじゃないですか。で、まっちゃんが言ってる好きなことっていうのは、全然違う枠組みだと僕は話してて感じていて。そう言われたらプレッシャーかかるな。好きなことやる
のって、嫌いなこともやらないといけないじゃないですか、好きなことやるってことも。セットですよね。セットですよね。うん、だから、その部分に関してが、そのやっぱりまだまだ言語ができてないっていう、僕自身も持っているし、まだ全部に関して、その世の中に対しても、きちんとそこが整理整頓できてない人が多い。まあ、要は、それを発信ができてない人も多いと思っているんですよ。うんうん。中途半端な発信しかないので。なので、それを今回ね、話せていければいいかなと思って、このテーマにはしているので。はい。そんな感じです。わかりました。うん。はい。で、まず、これ好きなことで生きていくみたいな感じの話って、はい、この動画見ていただいている方は社会人っていうか、ある程度年齢、はい、30代、40代、まあ40代の方は50代とかって思うんですよ、うん、イメージ。40代の次に30代、その次に50代。はい、ね、まあ社会人の方ですよ、はい。でね、好きなことで生きていくって、イメージとしては多分好きな仕事で生きていきたいみたいな。毎日仕事をしたいとか、好きな仕事をしたいとか、そういう、なんていうかな、イメージ的な話だと思うんですね。で、これってね、そもそも好きなことを探そうみたいな話がおかしいんですよ、そんなの。もともとがね、何の、じゃあ私は好きなことあるんだろうか、みたいな話からいくと、だからこれね、人って、社会、ですよ。いわゆる、社会の中で生活を営んでいくのに、はい、お客さんである立場の方が、非常に多いっていうか割合としては、はい、うちの生活を自分たちで繰り返っていったら分かると思うんですけど、はい、おそらく8割ぐらいはもうお客様の方なんですよ、はいはい。要は、お客として何かをこう、サービスを提供される側、はいはいはい、ものを交わしていただく側っていう方なんですね。ただまあ1日現実問題8時間なり9時間なり仕事っていう形ではやってるんだけども、その全体のバランスでいくとやっぱお客の方バランスの方が高いんですよ、うん、お客さん。なるほどね。うん、で、このお客としての立場の時って、多分ね、何でもそんなに苦痛じゃないと思うんですよ。楽しいっていうか、まあ好きなことやってますよ、みたいな感じで。もちろんね、何一つ買い物するにしても、そんなにストレスとか考えてないと思うんですよ。はいはい。はいはい、でもこれがある意味ひっくり返って、なぜかその仕事的な話みたいになった時に、そういうことになるわけじゃないですか。どうなんだろう。どうなんでしょうね。やっぱり結局のところ、娯楽にみんな走ってるんでしょうなってのは思うんだよな。やっぱりなんか、娯楽、いわゆる自分のやりたい好きなこと、好きなことをやりたいがために、嫌いなことをその部分やるために嫌いなことをやってるっていう、要は、お金を稼ぐためとか、何々のための、ために働いてるから、嫌な感情が出るのかなって思うんですよね。ちょっと私、ドア閉めるんですね。ドア閉める。じゃあちょっともう一回元に戻りますね。わかりやすく言うと、前回のおさらいと、で、今起きてることと、で、じゃあなぜその好きなようなことをしながら生きていかないと、どんな状況にこれからなるのかっていう話になりますよ。そういうのがわかりやすいと思うんで。でね、さっき前回のお話と一緒で金融が崩れていきますということは、そのマネーを軸として世の中っていうのは成り立ってたわけですよ。ある意味。これは、まあ、これからも新しいマネーはあるんですよ。出てくるんですよ。出てくるけども、この今、膨れ上がったマネーをやめるっていうことは、そういう、そのマネーを軸に動いていた人々であったり、組織であったり、構造そのものですよ。はいはいはい、ガラ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 っと崩れていくわけですよ。はいはいはい、要はマネーが軸になかったら人集まらんっていう状況になるわけよ、これ分かる。そうね。そうですね。これだから、単純にじゃあどういう世界が来るのかって言ったら、かなりフラットな世界が来ると思ってください。フラットな世界ね。はい、非常にフラットで、もうみんなが用意ドンみたいな感じの世界が来るわけ。わかりますよね。ということなんで、どういう感じ、どういう人ですよね、人間。我々はどういうその感覚的なものを持っていれば、持っていないと次は、その、やりにくいとか楽しくやっていけるかみたいな話でいくと、はい。これ本当に個人の、もう自分が全ての責任を問われる時代っていうか、完結する時代なんですよ。要はね、学校の先生がああ言ったからこうしてます。だから間違えたら学校の先生のせいですとか、はいはい、上司がこう言ったからこうやってるんですけど、思い通りにいかなかったら、上司の責任にしましょうみたいなとか、逆に上司が部下に責任を負わせるとか、はいはいはい、ありとあらゆるそういう話ですよ、はいはい、で。こういうものがなくなるわけよ、わかりやすく。ですよね。だから、個人の重みが一層していく世界なんですよ。はいはいはい。ですよね。だから、要は、
なんていうのかな、物質的なものとかマネーのなものよりも、はいはい、人が持ってる人柄とか、はい、人格とか、はい、例えばあるいはその人が持ってるパワーですよ。目に見えない出るパワーってあるんですよ、うんうんうん、こういうこれなんで簡単に言うと波動っていうことなんですね、うんうん、この波動とか、はい、そういう人を引きつけるものが一番大事になる時代、これが財っていう、はいはい、うん、っていう形になっていく時代なんですよ、はい、これもう少しかなり時間があとまだ 7,8 年はかかると思うけど、はい、こういうふうな時代移行するんです、うんうん、ということは、うん、まずは現状認識がいるわけですよ。何も言ってもね、うん、考えるとか現状認識をして、うん、で分からないところは学んで、で事実を知って、うん、で自分で考えると、うん、で考えて自分の責任のもとで行動していくと、全責任は自分が取るっていうこういう時代なんですよ。うんうん、でこれね、嫌な人には嫌かもわからんわ。ある意味どう、なんていうのかな、その変、言い方おかしいですか、怒らんといてね、みんな。あまりにもこう偏差値、偏差値に頼りすぎてきた人とか。うんうんうん、だからこう、こういう大学行って、こういう組織へ入ったら一直線に行きますみたいな、うんうんうん、人にとってはかなりきついんかもわからんのですよ、これ。はいはいはい、なるほど、ね。いいですかね。うんうんうん、っていう時代の前提がありますと。はいはい。で、じゃあ、それを自分で、その自分の自立ですよ。自分の足で立って生きていくには、これからどうしたらいいのかっていうことになってくると、はい、生活の糧にする、その、いわゆる商売的なものもそうですし、はい、うん、ライフスタイルっていうかな、全体のこのライフワークみたいなもんですよ、はい。これもやっぱり楽しいっていうことを軸にしないと、はい、行き詰まるんですよ。前、まあまあ、何回前の動画で言ったかな。要は好きでもないっていうか、嫌なことやり続けたって続かないんですよ、これ。意味がないですね。嫌な、だから結局好きじゃないと、まず動かないというか、うん、手が動かないというか、まあ、学ぼうともしないしとか、結局人生って学ぶコツじゃないですか。うん、で、前へ行こうとしないわな。うん、で、どうしても、その嫌っていう思いがあるんで、停滞しちゃうんですよ。はいはい、で、そこに何よりも一番はやっぱりストレスが溜まってくるんで、はい、やっぱり体調悪くなったり病気になったりね、本末転倒になってくるんですよ。で、ね、うん、で、さてですよ。さて、じゃあ、その好きなことってどういうことなのっていう話ですよ。そうですね。好きなことの本質なところですよね。何をもって好きなのかってところですよね。うん、で、それをさらにその生活の糧を得る何かにしようっていう話になってきますよね。はい。これもね、まず本質的な話でいくと、今回のこの話は仕事っていうような単語、いわゆる仕事っていうワードですよ。はい。これがね、話をややこしくしてるんですよ。なるほど。うん、でね、考えてみて、仕事って、まあ、英語的な感じでいくと、ジョブなんですよ。で、何かをやってるってことなんですよ。仕事って、ワークですわ。ワーク。はい、なんですよ。はい、その全体構造を理解して何かを組み立ててる状況ではなくて、はい、今目の前にあることをやってること、これが仕事なんですよ、はい、ね、例えば誰か知り合いだって今日どこ行くんですか、いや仕事ですとかでおかしな話なんですよこれ、そもそもね、まあそもそもその前に今日どこ行くんですか、いや遊びに行くんですみたいな人もあんまおらんけど挨拶としてね、うん、まあまあそれはいいわ。で、仕事っていうワードがおかしくなっててね。うん、これをね、皆さんちょっと考えてもらったらいいのはね、商売っていう言葉に変えましょうって僕は思うんですよ。あ、まずね、そこを意識してほしいんです。でね、これビジネスっていうね、言葉ってまたちょっと違うんですよ、イメージが。商売か、今日も商売するんだ。ああ、確かにいい言葉ですね、確かに。うん、ビジネスっていう言葉あるでしょ、ここちょっと言ってほしいんですけど。はい。はい、このね、そもそもビジネスっていう言葉ってどういう意味合いを持ってるかっていうのをちょっと皆さんにお伝えしておきますね。はい。これはね、メイクマネーなんですよ。メイクマネーどういうこと？お金を作るっていう意味なんですよ、ビジネス。ああ、なるほど。そもそもそういう意味なんです。まずそれを理解してほしいんですよ。で、ここが前提に、ビジネスっていう言葉が前提に来ると、これからちょっと難しい時代になるんですよ。なるほど。で、嫌な単語ですよ。嫌な単語って結構、多分、感じる人おると思うよ。ビジネスっていう言葉自体、こう嫌な、ね、嫌な、ね、うん。だから、やっぱ商売っていう言葉を軸で今日は話させていただきたいと思いますね。はいはいはい、で、これ商売っていうのが前に前提に来て、好きなことを組み上げていくっていう感じを作るとどうなるかっていうと、うんうん、
全体構造を知らないとできないんですよ。商売するときって0から10まで自分でやらないといけないわけ。はいはい。これ分かると思うんですよね。分かります。で、0はまずどこから始まるのかって言ったら、考えるとこからですよ。なるほどね。構造ですよね。うん。で、そこでアイデア、頭の中に描いたものを形にすると。はい。で、この形にしたものを商品にするために磨いていくと。うん、で、この磨き上げたものを、さあ、これから売ろうっていう時には、資金がいるわけですよね。で、その資金を準備した後に、これを宣伝せなあかん。知ってもらわなあかん。で、知ってもらった後に、買ってもらわないとダメなんですよ。で、買ってもらった後に商品を渡さないとダメなんですよ。で、渡してもらった後にお代をいただくんですよ。これが完結までなんですよ。このサイクルなんですよね。はい、で、この全体のサイクルを理解して、働いてる人って、会社員の人って少ないんですよ。なるほどね。確かにね。まあ、極端に言ったら、会社員の方に、まあ、うちのなんかもそうなん、私とかもそうなんですけど、その社員さんにね、その、決算書とか、うん、損益計算書とか、うん、あと、まあ、資産表とか、これ全部見せるんですよ。うん、コピーしてあげるんですよ。うん、あんま興味持たないのよ。そうそう、会社でとってこんな。社員にとってはだって雇われの身ですからね。雇われの身ってことは、それを見たくないからやってるか分かんないですけど、あんまり興味ない人は多いですよね。結局、目を隠してるわけですよ。そんなの私に興味ないから、社員にいるのよ、みたいな、所属してるのよ、みたいな感じだからね。うんうん、でね、さっき言った0から10までの中の全部をできてない状態で、描いてない状態で、好きなことを商売として私は人自立してやりますって言っても、これ土台無理なんですよ。そんな。だってそもそもその土台が持ってないからねって話ですよね。うん、いや、だって順番が、順序が全然違ってくるんで、話の。確かに、ね。そうでしょ、そもそもは、うん、無理な話になってくるんですよ。でしょ、うん、だから、そういうことを踏まえて考えながら、今、会社にお勤めだったら、その日々を、そういう、なんていうか、考えながら従事してみるとかね。そういう目線でいくとね、好きなものとか好きじゃないものっていう話じゃなくて、自分のやれそうなものなのか、やれなさそうなものなのかっていうのが見えてくるんですよ。なるほど。それでも、それって今の定義って、うん、要はもう会社員の、定義じゃないですか、会社員の。じゃあ、もう独立してる人たちっていうのはどうなんですか、フリーランスとしてやってる人たち。フリーランスとして、その商売ってことですよね。そう、うん。それが、また、なんていうかな、本当に自分の好きだったことを、商売としてやっていきたいと。ね、一番大きな、その、なんていうかな、自分のその、好きな、はい、本当に私が好きだったものとか、好きじゃなくて分からなかったけど、やってみたらこれすごいから面白いみたいな話で、そっち行っちゃうとかあるじゃないですか。あるこれをね、実現っていうわけじゃないけど、ある程度見えるようにする方法っていうかは、違う業界の人と関わるんですよ。はい、なるほどね。まあ、全部そうなんよ、僕が見てて、医療もそう、不動産業もそう、はい、まあ、いろんななんちゃらかんちゃらって業界あるわけ、自動車、はいはい、ね、これね、業界独自の常識みたいなものがあるんですよ。あります。で、これ、要するに非常に業界行くと、非常識とか、とんでもないことやってるっていう話って、いっぱいあるんですよ、世の中には。なるほどね。で、それをうかつにポロッと喋っちゃって、いやー、ひどい業界だって思われるみたいな話って結構あるんですよ。デジートの人ほどそこはまり込んでるんですよ。わかるかな？わかりますわ、ってことは。これまあ思い込みなんですけど、まずね、業種、いろんな業種と人と関わり合うっていうことをしないといけないんですよね。やっぱりそれってみんな言いますね。いろんななんか、そのできる人たちっていうか、ある程度一定を超えてる人たちって、とりあえず同じ業種の人と一緒にいるなって言いますね。同じ人、タコツボの中で話してるのもんすよ、その同じ業種で。ですよね、同じ業種の中だと言うと、やっぱりダメですよね。やっぱりいろんな人に会うしかないからな、やっぱりな。発展性がないわけ。まあもちろん目的があってね、きちんとその、ただ単純に異業種交流会ってやるのは、あんまり良くないですけど、要は乱暴的に多分目的を持ってやらないとはいけないなとは思いますけど、ね、だからある意味ね、その同じ業種の中で何かをこう、はい、味わったって、はい、ある意味商売がたきっていうこともあったり、はい、業界の中のくだらんネタの話になるぐらいのレベル、
うん、そことそこ違う、その交わりになって新しいものが発展していくっていうのはあんまりないんよ、うんうん、だから業者の垣根を越えてこうタッグを組めば全然新しいその世界が広がってくるっていうことね、うんうんうん、ですかね、うんうん、でね、じゃあその方法ですよ、うん、じゃあそれどうすんのやと、いきなり営業って、いや私と付き合ってくださいとか話聞かせてください、うんうん、じゃあなんかそのセミナー行くとか交流会行くとかそんなめんどくさいことをしなくていいわけ。おお、どうするんですか。趣味から入りゃいいわけですよ。ああ、はいはいはい、ね、何か趣味の交流をすりゃいいわけ。はい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 。で、前の、まあ、前回言ったかな、僕好きなこと、どうせ今も金融コーナーねやったら、ヨット買ってんぞとか、船か、うん、船とは言ってないけど、はいはいはい、はね、そこに入っていっちゃうと、うん、横で繋がるんですよ、趣味の仲間が。そうですね。はいはい。で、さらにね、趣味そのものが、ちょっとなんていうかな、一般的な世の中よりも、うん、なんていうかな、普通ではあんまりしないですよ、みたいな趣味のとこまで行くと、大体そういう感じの人ばっかおるわけですよ。わかるなんとなく。わかるわかる。ってなると、うん、簡単な話で進んでいくんですよ。うん、他業種同士が。だからそういうところに飛び込んでいくとか、まあ、飛び込むというより自分もなんかそういう、なんかな、イメージ持ってね、爽やかな趣味ですよ、爽やかなやつ。暗いパチンコとか麻雀とかあんなんじゃなくて、もっと時代に合ってるような爽やかな趣味ってあるやんか。自然と触れ合う、ちょっといい遊びみたいな。で、開放感があるやつですよね。だから要は、前提条件に言えば、その、こもってやるものじゃなくて、リアルで集まって遊べる、何かみんなで遊べる上みたいなやつがいいってことですよね、要はね。そうなんですよ。でね、そこにもう一個付け加えれば、うん、これ、会社員の方の話じゃない、さっき言ったように、フリーランスとか自営業者の話してるからね。うん。もう一個付け加えると、それがみんなで楽しめるもんっていうのを自分が提供できれば、楽しませてあげれば、振る舞ってあげれるわけですよ。そうですよね。だから楽しませる場所を作ればいいってことですよね。そうです。そこが大前提にいるんです。うん。だから、自分が楽しむというよりは、みんなで楽しんでもらいたいっていう思いになってれば、勝手にそうなっていくわけよ、またこれ。なるほどね、うん。で、こうやって他業種の人と知り合うと、その何かことが前に進まん、商売がどうこうって話じゃなくてね。ただし発見がいっぱいあるわけよ。で、向こうもあるのも面白いわけですよ。違う業種の人って、うん、知らんことがいっぱいあるし、うん、いやこれなんか俺うちもできるん違うやろっていうことになっていくわけですよ。だからね、ここまでの話まとめると、そもそもその言葉の使い方がね、ニュアンスがみんな仕事と言ってるけど、実際は商売だっていう言葉を使った方が合理に従ってると。で、結局嫌いな人っていうのは全部合ってないという、例えば何だろう、全部のことを理解してないと。で、要は全部の工程をね、仕事っていうか商売っていう工程を全部理解してないから、それは、好きかも嫌いも分かんない状態なので、みんな嫌いっていう決めつけちゃってるよねっていうところがありますと。っていうと、仕事ってなっちゃうと、うん、さっき言った0から10のところの3のとこですとか、そうだよね、うん、3から5ですとか、うん、8から10のとこですっていう話になるんですよ。なっちゃうところですね。まあ、あとは好きなこともそう見えないんですよ、そうなるとも。そうですよね。好きなことっていうのが、本当に好きかどうかって判別もできなくなっちゃうのに、中途半端な状態で嫌いだってなってるっていうのが現実ってことですよね。そういうことなんです。うん、ですよね。うん。その全体構造を0から10まで捉えた上で、好きなことをこれにしようとしましょうよ。うん、じゃあ決めると。はいはい。いいかな、よく聞いてね。うん、じゃあ、それをじゃあ、スタートしましたと。で、3年4年1人でなんとか頑張って、ある程度のところまで来ましたと。うん。その後は、いや、俺はもう、8から9だけにしとくから、ここだけ僕大好きで楽しいから、あとまあスタッフさんみんなここのここやって、こことここあんたやって、こここやってっていう形になっていくわけですよ。これだから、何を言ってるかっていうと、結局、まあちょっと言い方悪いですけど、全体を捉えてやらないと仕方ないんですよ。結局みんな全体の一部分のしか理解できないんだよね。だからね、言い方、今日の動画はちょっと言い方悪くてごめんって言いながらはっきり言うけど、やっぱり事業主じゃないと無理なんですよ、これ。ああ、まあね、確かにね。こればっかりは致し方ないんですよ。やっぱり、その、好きだからこそ全体像を見えるから、本当に自分が好きだなっていうのはすごく感じるし、結局戻ってくるんですよね。ああ、これ嫌だなと思って他の業種のところ見に行くじゃないですか。でも他の業種の方がもっと嫌だなって感じるんですよね。
でまあ、さっきに言ったように、やっぱり最後は責任がついて回りますから、そうだね、まあ、これはやっぱり事業主いないと、そこまでの責任っていうのは、芽生えない部分ってあるんですね。ありますよね。もしくはもう極端にちっちゃい零細企業で、社長がボンクラで自分頑張ってますとか、ぐらいまで行くとかじゃないと、なかなかこれは、だからまあ、会社にやりながらでもいいんでね、やっぱここはもうこの時代になってきたんで、やっぱり事業、事業主として片足突っ込んでみるっていうことやと思うんですよ。やっぱり一つ事業としてで、まあ、一つこれが会社を立ち上げるのもそうですもんね。一つのね。会社じゃなくても個人事業でもいいんでね、会社にやりながら、その一つ事業を立ち上げてみると。で、やるんだって、ただね、これやるときにね、いつでも会社員に戻れるわなんて思ってたら成功しないんですよ、やっぱり。これはもう鉄則ですから、この軸、じわ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 その自分がやってる事業の方に時間を移していく、シフトしていくっていうことを思ってないと。そうね。やっぱりね、どっかで我慢しないといけないところって苦しい時って来るんですよ、やっぱ。そうね。うまくいかない時の方が多いですし。成功の定義って悩みますよね、そう言ってみるのね。何をもっての成功なのか、例えば、その、事業主になっても好きなことをやる、好きなことをやることが成功なのか、それとも、何なんでしょうね。何をもって成功って言うんでしょうね。やっぱりね、好きなことやるので成功でいいと思います。いいと思います。で、好きなことっていう話を、じゃあ、客観、好きなことっていう話でいくとね、まあ、はっきり言うけど、いいですよ。変わりますよ。しょっちゅう。だよね、そうですよね。そんなの。なんかすごく感じるんって僕もやってて。はっきり言うけどね、5年もやったら飽きるよ。あ、まあ、飽きるのかわかんないですけど、飽きるね、もちろん飽きてる。飽きる。でも、その何だろう、好きな定義というか、何をもって好きなのかっていうのはみんな定義されてないところがありますよね、結構。いや、それも簡単ですよ。簡単なこと言いますよ。なんですか。いや、その、これはもう相対比較でもいいと思うよ。他者より優れてることですよ、やっぱ。なるほどね。これはもう相対比較。だって商売ですから。商売じゃなかったら別に相対比較する必要もない。自分の好きなように生きゃいいわけで。なるほどね。別に。ただ商売ってなった時にお題いただくわけですから。はい。これは競争原理っていうのはやっぱ働きますからね。まあそうだね。確かに。致し方ないです。相対比較になってきますよ。確かにね、そうだね。それがどういう差別化なんか、うんかんのとかいろんな話もあるんだけども。はい。もう自分の持ってる個性とかが、商品に反映されていくわけですから。なるほどね。当然、オンリーワンっていう言い方は嫌いやけども、まあ、そうなっていくってことですよ。そうね。それが、強烈なインパクトであればあるほど、そうなりますし、うん。確かにね。で、長く続ける方法っていうのは簡単で、人々に喜んでもらうことをやり続ければ、永遠。そうね。そこだよね、やっぱりね。で、決して間違えたらあかんのは大きくしないこと。っていうことですね。その大きくしないってのがわからない。大変じゃないですか。ああ、何を大きくするとか言ってます？その、もっちゃん、大きくするって何を大きくするとか言ってます？ああ、やっぱ人かな。人を大きくしない。人、要はスタッフ、従業員さん。ああ、関わってる人って大きくしないってことね。しないことです。ああ。これね、なんでそんなこと言うかっていうとね、そんなにね、なんていうのかな、そんな気持ちよく会う人っていっぱいおらんよ。まあ確かに人間って、いや個性豊かがありますから、本当に会う人って一握りですよね、確かにね。そんなね、やっぱりね、そんな嫌なやつと一緒にすると嫌でしょ？ああ、嫌だね。100% 嫌だね。100% 嫌だっすね。ここはね、こういう動画で、これ素直でいいんです、そんなもん。無理せんでも。でね、はっきり言うけどね、大きくしたってね、あんまろくなことないよ。まあ、確かに、いいことなんて、それっぽちもないですもんね。確かにね。そう、なんかね、なんちゅうんかな、めんどくさい話ばっかり降ってきますよ、結構。まあ、人間って結局人の闇っていうのは、もう本当にめんどくさいことばっかりだからな。本当に。でね、必要以上に大きくするとね、やっぱ無理が生じてきます。どんな時代になっても、やっぱり、従業員さんっていうのは、お給料もらって、行かないといけないですから、止まれないっていうことになります。あの会社自体が。永遠にこう先へ進み続けないといけないっていう状況か、永遠に新商品を出し続けないといけない状況か、
に広告し続けないといけない状況とかいうことになっちゃうわけよ。そうですね、うん、だから右でも左でも上でも下でも自由自在にどっちでもいけるぐらいのサイズにしておかないとそれぐらいがいいっていうことですよ、うん、やっぱりあとやっぱりこれやっぱ、ね、まっちゃんに聞いときたいことっていうのは好きなことができる人の条件とかってやっぱりそのまあもちろん自供にしっていうふうにね、うんなる、他になんかあったりしますか？まあ、僕は、例えば、まあ、やっぱり好きになる、やることって情熱だったりとか勉強とか、それなりのその知識を貯めるっていうのはもう当然やんないといけないのかなと思うんですけど、まっちゃん的にどう思います？好きだからまた調べるし、勉強するし、うんうん、やってみるしっていうのはあるよな。うんうん、結局、なんかすごくこの間もすごく自分の映像の師匠と話してて感じたのは、やっぱり、好きだからこそ情熱持って、なんだ、時間を投資できることはあるんだなってすごく感じていて、うん、やっぱりそれって経営になってくると忘れていくんですけど、あ、やっぱりそっちをやんないとダメだなってのはすごく思ったんですよね。うん。特に好きなことをやりたい時っていうのは、好きなことを追求していくのかっていう。で、どんどんとって、ただ一個ちょっと感覚が感じ、技術というか感じたのは、経営を頑張りすぎると頑張りすぎで、今度は好きなことが忘れていくっていうのもあるんだろうなって思う。うん、そうなんですよ。これ、陥りやすいトリップ、トラップっていうかな、なんですよ、うん、これも。こうなっちゃうとね、ダメなのよ。何でも。そう。だから、でこういう時って大事なのよ。で、これは一点突破するときはこれ仕方ないんですよ。ただ、はい、そうじゃないときはね、やっぱ視野を広げて持っとかないと。そう大きな視野で見とかないと、分からなくなるんですよ。分からなくなる。それをね、すごく、要は、結局何とかして、例えば会社だけして、これ売り上げになるとこうなっちゃうじゃないですか。なるんですよね。なるんですよね。でも、実際でもそこに技術もついてるし、いろんなものが要素があるので、そうするともっと広げないといけないじゃないですか。うん、うん、うん。それはあるよなと思って、そうしないと本当に自分の好きなことって手に入んないんだなと思って。うん、そうなんですよ。だから目的と、ね、やることが手段が違くなっちゃうと、ベクトルが違くなるなって感じてるんですよね、最近ね。そうなのな、うん。だから、これもね、うん、これもやっぱ概念がね、こびりついてんのよ、みんな。この商品はこういう価格帯で売らないといけませんとか、うん、こういう感じにしないといけませんとか、うん、こういう人たちに売っていかないといけませんみたいなね、はいはいはい、なんかこの過去の成功法則じゃないけど、大体こんな感じよね、うん、みんな、みたいなのがこびりついてるわけ。まあ、皆さん、だから過去のやってきたことを、やっぱりそのまま反映させてしまうような、祖先からやってきたこととか、それがやっぱりみんなどん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 流れてやって、下にやっていきますよね、やっぱりね。そうなんだからね、さっき言った、会社を大きく、商売を大きく、会社組織って、それを大きくしたらあかんよっていう話と一緒でね、生まれる状況っていうか、休む状況っていうのを作れる、なんていうかな、商売の仕方で運用してるとね、簡単に言うこと、簡単によ、ちょっと話が全然飛ぶけど、本ってあるじゃない、本出版する。あれってなんか1650円とか1700円とか1800円ですねって思い込んでるだけで、うん、もう200万で1冊売ればみたいな。うん、前も言ってましたね、確かにね。うん、っていうのもありやと思うんですよ。これ別に失敗しても誰も怒らないんで。うん、そうでしょ？はいはい。そこへ多分世界中探したら買う人おると思うよ、そんな何人か。だからそういう目線で何事も見るとね、うん、なんか好きなことになるんですよ。わかるかな、これ言ってんの。楽しくなるわけ。1800円で売れる本を1800円で本を売ろうとすると、うん、ある程度の数の人たちにこう刺さることを書かないといけないわけです。だから要は、買ってもらえる簡単な内容とかね、それは言ってたよ。うんうん、買ってもらえる内容にしないといけないわけよ。でもね、世界80億人おった、70億としましょうよ。70億ったんでね、多分5人おるよ。200万円で買ってくれる方。もちろんそれを書きたいんだよね、なんかね。やるんだ、そうやって視野さえ広げるとね、はいはいはい、違うものが見えるんですよ。楽しくなるんですよ。その、なんていうかな。いや、だから固定、それこそ固定的な概念をなくてって話ですよね。固定的な考えをなくてってことですよね。みんな、当たり前で縛られちゃうって、結局好きなこともそうだけど、好きなことで生きていくのを固定に縛られていいやってんで、もうちょっと自由でいいのにと思っちゃいますけどね。
じゃあ今日の話の結論ここなんですよ。ちょっと分かってくれてるかどうか分からんけど、うん、好きなことって、うん、今目の前にある形のものを探すんですよ、みんな一生懸命。ああ、はいはいはい、言ってくれた。ないものから生まれてくるんですよ、こうやって。はいはいはい、話が。はいはい、本としては同じ本なんだけども、うんうん、200万円の本と1800円の本は全然意味、ものが違うわけです。なんていうんかな、これ、ある意味業界も違う業界になるんですよ、これ出版業界じゃないですよ、ある意味ね。うんうん、そうでしょ？そうですね、200万円。買おうにしますから、みたいな。買った方は。200万円の方はまた違いますな、そうだね。うん、でしょ、うん、で、いう発想を持つっていうことが好きなことをやるってことなんですよ。あー、なるほどね。そこを理解してほしいんですよ。もうちょっと質問くれた話すけど、うん、今日はね、今目の前にこう、なんだらかんだら、うんだら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 ってあるけど、この中から好きなものをみんなチョイスしようとするんですよ、ピックアップして。要は、なんだろう、自分が想像できる範囲で、なんだろう、だから選んでしまうのかな。だからそれをやっちゃうとね、仮に商売としましょうよ、じゃあ好きなもの見つけると、私は。うん。いいですか？見つけて商売したとしましょう。うん。したとしても、これ2番手、3番手、4番手、5番手ぐらいになってるわけ、もうすでに。わかる？言ってる意味。言ってる意味はわかりますよ。うん。だから自分で作るんですよ。結局やっぱオンリーワンのものを作れって話じゃないですか。いや、当たり前じゃないですか、そんなもんは。ですよね。オンリーワンのものを作ったら好きなことは好きなことでできますよっていう、結局、オンリーワンのことをやるじゃない。だから言ったやんか、前々回、前々回かな。100人おれば100人それぞれ違うし。うん。顔も違え、体も違う、価値観も考え方も違うと。うん。結局でもやっぱりそれが、オンリーワンやねんから。だからオンリーワンになるのが大変だって思うんですよね。だから人みんなこれ見てる人それぞれがオンリーワンですよ、うん、オンリーワンの価値観を持ってるわけですよ、うん、要は70億分の1ですよ、はっきり言って、うん、こればっかりは。あー、なるほどね、はい、でしょ、はい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 、何でもできるじゃないですか。そんなやっぱりなんか分かってきたのは、なんか今話を聞いててね、対談していて、すごく僕の言語化で頭の中で腑に落ちてきたのは、論理的に言っちゃうと、例えば、好きなことって、他人のことを見て、羨ましいと思う感情が好きだなっていう、これ、こんな人になりたいなっていうのが好きなことをやりたいなっていうふうに発想してるのかなっていうふうに概念として生まれると思う、感じたんですよ。じゃなくて、うん、好きな人はその人の人生だからそうなってるだけあって、自分の人生を生きないといけないわけじゃないですか。そうそう。じゃあ、自分の人生を生きないといけないんだったら、お前はその他人に比較するんじゃなくて、自分自身の好きなことを見つけてやれよって話で。になるじゃないですか。そうすると、そこまでなんないのかなってすごく腑に落ちましたよね。だから、うん、その、もう、こびりついてるやつ、ステンド。だから結局だから、まあ、他の A さんとか B さんとか C さんの、自分が知らない、関わってない人たちの構造を見てても、あ、こんないい人いいなとか、こんな人生いいなっていう価値観を自分の中に植え付けちゃうんですよね。だから、それは他人の意思じゃないですか。で、植え付けちゃって、それをやろうとするから、それはできないに決まってるじゃないですか。それはだって他人の人生、自分の人生は違うわけだから、うまくいくわけじゃないじゃないですか。じゃあ、それは別にそんなの、それはあくまで例であって、で自分自身と見返したときに、やっぱり自分自身が、もう本当にできることを探していくっていうのが、一番ベストってことですよね。うん、だから、うん、違う業界の人と関わり合って付き合っていかないといけないって言っても、そこの理由ですよ。みんな、ここに真ん中入ってしまってるわけよ、もう。やっぱり、なんか、ね、誰かに憧れちゃうっていうのもいけないんでしょうね、例えば。まあ別に悪いことじゃないんですけど、憧れでこんな人になりたいっていうのも、まあいわゆる一つ自分にこびりついてる部分もあるんですよね、多分ね。うん、まあそれはね、多少はいいよ、別に。多少はね、うん、そのスポーツ選手があれすごいなとか、あ、うん、なりたいなとかな、うん、いや、うん、歌手見てあれあんなになりたいとか、それはどうでもいいけど、うん、それは別に悪いことじゃないんだけども、うん、それ以上に僕が言ってるのはね、うん、さっきも言った70億に言ったら70億分の1ですよと、うん、本当はあなたが一番光ってるはずなんですよと、うん、でも自分が認めないのに、他人に認めてもらうことなんて、そもそも不可能ですっていうことだと思います。いやいや、そうだね。うん。それはそうだね。うん。確かに。だから、何回も僕この動画、同じこと言ってるけど、はい、人に 目が行きすぎてるんですよ、みんな。ああ、もうだと、うん、うん。何回も同じこと言って、内側を見なさいと言ってるんですよ。はいはいはい。
じゃあ外を見たら気にないんですよこんなもんって言ってるけど何回も同じこと言ってるけどな、でもみんなでも外を見たくなっちゃうんだよな。だから外へ見てたらいつまでたってもオリジナルにならないんですよ確かにね、分かるでしょ言ってる意味、言ってる意味分かる。言われて初めて気づくんだけど、みんな言う、そのなんだろう、そこまで多分あのね、なんだろうな、そこまで吹っ切れてない人は多い。なんか俺毎回大将を納得させてるけど、ちゃんとまともな話になってんのかなこれみたいな。あ、でもいや、まともな話になってます。それだからみんな再生数はされてるじゃないですか。だからあれ、その要は自分の内側を見ないといけないわけよ。うーん、そうでしょ、うん、問いかけるのは自分でしょ。うん、でもう一個言うとね、うん、自分死生観的な、また前回の話だね自分のことを心底、はい、自分、これ大事よ、自分のことを心底信じて、自分を心底愛してないと、はい、ダメなんですよ。簡単なことですよ。うん、だからそれだけのことですよだからそれだけのことがみんなできないから悩んでるんですよ、自分を否定してとかね。ですか、でね、はい、外に見えるものっていうのは、うん、とか外に見える人っておるじゃないですか、うん、あれってね、あの自分の写し鏡みたいなもんなんですよ、はいはいはい、だから自分がそういう変な感じっていうか、うん、見にくい感じやとは、言霊みたいに相手もそんな感じになるし、うん、帰ってくるし、ブーメランで自分がそんな感じやったら相手もそんな感じなんですよ。これね、うつ、ね、なんですよ。そうね、それはよく言うね、うん。だから人を見てると思うから、自分を見てると思ったら分かりやすいですよ。ああ、もう本当そうですね。愛、うん、ちゃんと俺がこれ会話してて、愛ちゃんは俺なんだぐらいに思ってれば、分かる？そんな見にくいというか、変なこう駆け引きもないわけよ、もうそうなると。あ、ないですね。自分に駆け引きしてどうすんねんみたいな話になってるんですよ。いや、結局だ、分かります。結局言葉だったって、この会話時点でも相手もそうで分かりますよ。だそれが言霊でね、また帰ってくるんですよ。はいはい、分かります、分かります。でそれがこう連鎖してこうなっていくみたいな、膨らんでいく。そうそうそう、分かる分かる分かる、うん、だからまずは自分やからっていうことなんですよ。楽しいね、やっぱり。もうまっちゃんおもろいわ、やっぱりな。これ分かってくれた？わかるわかるわかる。だからね、結論としてはね、好きなことって、うん、要は、なんていうのかな、生まれてくるって感じと思ったら分かりやすいですよ。うん、だから、その、前提はあるんですよ。魚釣りとか魚釣りの前提もあるし、ね、はいはいはい、自転車やったら自転車っていう前提あって、車やったら車って前提はいいよ、これね。でも、はい、その大前提の中から、新しいものが生まれてくると思ったら分かりやすい。ジャンルって分かる？分かります。ジャンル。新しいジャンルがこう、ポンと、うん、ポンと出てくる。自分の中からね。はいはい、その同じ魚釣りやったら同じ釣りなんだけども、釣りっていう中で新しい釣り方のジャンルがポンって出てくる。生まれてくる。やっぱね、おもろいね。面白いね。これ分かる？わかるわかる、うん、それはすごくわかる、うん、これがその第一人者であったりとか、はいはい、先駆者であったりとか、うんうん、まあ市場を作っていくっていうことになるし、うん、同時に好きになっていくってこと、自分がプロフェッショナルってことですか、うん、そういうことなんですよ。うーんいつも納得されてるような気がするけどみんなわかるかなこれで。いやいや、でも僕の一人が分かってれば、多分それを分かる人は必ずいるはずです。結局、ね、一人の人間が、僕の定義もそうなんですけど、全員に分かってもらうことって難しいんですよ。でも必ず僕みたいな似たような考えの人って見てる、動画って見てるわけだし、だから僕自身が腑に落ちてるんだったらそれは落ちてると思います。ただ確かにまっちゃんが言うそのただ考え方っていうのは人を選びますけどね、それはもちろんねでもはっきり言うけど、うん、それしかないよ。うん、その原理原則なんで、俺言ってるの、うん、原点ですから。うん、だからこの原理原則みたいなものをすっ飛ばして何かやろうと思ったって、そもそもそのなんていうかな、合理性がないっていうか、うん、メンタルだよね。そうだよね、うん、やっぱり人の心なんで、最後は自分の心ですから。結局自分の心が行動に変わるし、行動結果に変わるから、それは分かりますよ。結局は自分の心のところが最後のところになってくるんで、ここがやっぱりこう魂が納得、うん、納得というか、魂が喜ばないっていうか、うんうん、喜ば
っていうか、うん、そのことっていうのはやっぱりね、うん、なんかもう本当外じゃないのよ、内側から出てくるもんなんで、うん、行動も変わるから、行動も変わるし、結果も変わるし、結果が変わるとみんなハッピーになってイエーイになってからね、うん、だからね、その好きなことで生きていくって、じゃあしなさいこうしなさいって言うのってこれ自立じゃないから、誰かが言ったもんやから結局自分が納得して動きなさい以上なんですね納得じゃないです、うん、見つけるってことです、うん、もう一個言うと、もう一個突っ込むと作るっていう感じですよ。ああ、いや、まあまあ、まっちゃんの切り口やっぱり面白いっすわ。作り上げるって感じだな。うん、面白い。やっぱりなんかなかなかその、だから常識的な、一般的、一般、これ常識って概念もおかしいんですけど、一般的によく言われてることと違う切り口で言ってくるけど、でも間違ってないんですよ、絶対。一般的に言われることって僕どういうのか知らんけど、大体想像がつくのはこうしなさい、ああしなさいと。そうそうそう、結局こうしなさい、ああしなさい、結果的にこうなります。ハウツーですよね。うん、そう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 。物質世界のハウツーでしょ。ハウツーがこの世の中にいっぱいあるわけじゃないですか。うんうん、だから話せたら面白いんですよ。だから、ね、それがみんな触れちゃうじゃないですか、結局。これやってみてやめて、あれやってみてやめて、これやってみてやめてやるんでしょ。このセミナー行ってみました、みたいなとか。そう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 。でしょ。そうそうそう。だから、それがなんか僕もなんか違うなって違和感は最近すげえ思っているから、こそ、このテーマ投げかけてる部分もあるので。あれはね、自立の状態じゃないんです。人に頼ってる状態なんですよ。ああ、じゃあ依存しちゃってるんですね。うん。あ、そうだね、そう、本とか人の情報を聞いてそれやること自体が自分してないってことなんですよ。日本でしょうか、自分で考えるということなんですよ。ねえ、自分で考えろって言いつつ考えなくなっちゃうんですよ、みんなサボるんですよ。いや、この作業をすっ飛ばしてね、うん、この作業をすっ飛ばして、美味しいとこだけ持っていきたい私みたいな。っていうように僕は聞こえるんですよ。確かにないないって言ったらあるある。それは無理よ。オッケーオッケー。うん。で、この考えるっていうのが楽しい。でね、このね、要は、じゃあ、もう今、もう今日これぐらい終わる。ほんでね、考えるとかね、常識的な概念的なものを、どうやって取っ払うかって、ちょっと難しいなと思ってる人って多いと思うんですけど、どうやら。うん。取っ払う、もうこびりついてますね。うん、でしょ、うん、だからね、何でも考えるってことです、一個ずつ。例えばね、まあ、学校行ってたでしょ、我々、うんうん。だからいろんな教育とか制度とか、そんなものがこびりついてるってね、うん、3、40年、50年、うん、なんか50歳超えてる、うん、でね、例えばよ、例えばね、あの、中学生の時とか、愛ちゃんって制服って、あの、どんな制服やった？あの、爪襟。普通の私服でございますか。我々、こう、爪襟って言ってね。あるわ、学ランって。ああ。今、最近少なくなったけどね、ブレザー。高校の学ランの人は、まあ、昭和の時代の最初の頃そうありましたね、そうね。あれって、どっから来たんかとかね。はいはいはい。どういう経緯でああいうものになったんかとか、そういうことを考えていくわけ。だから、お答えするなら軍服から来てるんですよ。ね、その流れがなんでまだ終わってないんだみたいなところも考えるとか。分かる、なんとなくは。うん、で調べてみると、何のためにこんなことしてるとか。あとは、小学生の時に、体育の授業で体育座りってしてる？三角座りっていうのかな、あれ、なんていうの？まあ、体育座りでいいと思います。体育座り知ってる？うん、知ってます。知ってます。あれって何かわかる？なんだっけ、あれって。何って言われても、みたいな。そんなもん、そういうやるもんでしょって思っちゃう。考えたことないでしょ？ない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 。あれってヨーロッパが、その、アフリカなんかとかを植民地していった時に、奴隷を座らせ方なんですよ。あ、こうやってよ、こういうの。そうそうそう。よく映画なんかで見たことあるでしょ、あの足に鎖ついてて、重りついてて、体育座りして並ばされてる。あれ、それなんですよ。あれってやばいじゃん。どれぐらい？そういうことなんですよ。だからあれ、西洋の人が見たらびっくりする座り方なんですよ。とかね。はいはい、いっぱいあるわけ、あと。ああ、やっぱりそういう根本的な、そのなんでそういう成り立ちになってるかっていうのが、調べた方が価値観も変わるし、見え方も変わるし。これね、今のネットのある時代、調べようもだ、ご飯だったら調べるんで、はっきり言ってこんなの情報いっぱい出てるから。でね、そういうことを楽しんでやっていくとね、わかるよ。だいたい、ああ、これちょっと、これうまいこといかんやろな、とかね。うまいこといくかな、みたいな、これは、みたいなとか。
あと社会人になって社会に出てから会社勤めしたらタイムカードとか押すよね。タイムカードガージャン、あれって何とかね。あれはタイムカードを記録するためだって読みしてます。まあまあ時間支配っていう概念があったりね。ああなるほどね。あれもまあ分かりやすく言うと、はいはい、そのタイムカードを当たり前のように押してるんやけど、押してる人は自らこう管理されていってるっていう状況なんだ。ああ確かに、ああなるほどね。システム上の話ですよ。こういうのがあると、これ言い出したら多分3000、4000で止まらんよ、俺から話したぐらいあるんですよ。ああ、もうね、もうその辺を調べる行為っていう、調べることっていうのも、まあ、ググれ数じゃないですけど、もうググ、自分で常に疑問を持っている、一個一個の構造に疑問を持つっていうのは大事だってことですよね。だからみんな、うん、新しいね、商売みたいなのすぐ見つかりますよ、はっきり言って。もう、なんだ当たり前のことを、当たり前のように常識として捉えてる僕らがいるというところはありますけどね。うん、今日も最後になりますが、はっきり言いますよ、ありとあらゆるもんがそんな感じです。うん、だから、ね、ほぼ全部かな。うん、ありとあらゆるものが、そのもう昔から決められてるようなシステム化になっていると。うん、いやいや、明治維新行こう。うん、明治維新行こう。なるほど。明治維新行こう。うん。その前はだいぶ違いますよ。うん。要は西洋社会、西洋文明が入ってきてからですよ。はいはいはい。いいとか悪い話じゃないよ。いい悪いじゃなしに、はい、はい。妙なもんを取り入れてるもんはあまりにも多すぎる。いや、でもそれが楽しいですからね、でもね。だからね、うん、だから例えばもう商売っていう話に戻るけどね、はいはい、もそういうのを分かってね、うん、そこをこうひっくり返す、今のその 現実この世界3次元世界の常識はまた残ってるけど、これをひっくり返すものをその提供すればすごく売れますよ。そうね、そうね、簡単なんですよ。いやー、面白い話だな。まあ、とにかくね、概念取っ払おうっていうことですよ。うん。うん。だから、これね、本当に、まあ、商売っていう意味でもそうだし、自分のその生き方っていうのもそうやし、うん、周りの人との関わりっていうのもそうやし、うん、で、豊かに生きていくっていう感じを、もそうですよ。うんうん、やっぱりね、脱ぎ捨てていかないと、脱皮していかないと、うん、脱皮するためには知識も知恵っていうか、知恵ですよね、うん。知っていうのがやっぱり必要になってくるしね。で、疑うっていうことも大事になってくる。はい、で、事実を知って考えると、うん。で、その後、自分が思った方向へ行動すると。で、責任を取ると。これが起承転結なんですよ。OK、うん、です。わかりました。これさえ分かってもらえば簡単なことですよ。あとはもうどうにでもなるからみたいな。いいと思う。最後はどうにでもなる。最後はどうにでもなる。最後はどうにでもなるから。あれ、どうぞ、はい。これ間違わんと、この原理原則さえ間違わんとやってれば、あとはね、神様が何とかしますよ。最終的に神頼みです。神っていうか、お父さんですわな。ああ。やることをはっきりやっていこうってことだよね。うん、どうにでもなる。ただ、その、なんていうかな、原理原則を無視したやり方すると、その、やっぱうまいこといかんや。うん。うん。ただ単にそれだけの話ですよ。はい。今日はどうやろうな、みんな見てくれるかな、これ。いや、でも好きなことっていうところはみんな重要なテーマなので、はい。みんなが共通用語と言うんだけど、でもその概念としては結局自分自身だっていうことで。はい。そうです。自分で作り上げる。ということですね。あ、最後行きましょうか。はい、あんだら自分を信じ込むと。信じ続けると。うん、自分を信じて自分を愛すと。それをやれ、はい、まずやりましょうっていうことですよ。OK です。ここはどうでもええから、はい、よそはどうでもええからみたいな。そうですね。それが一番大事な要のポイントです。はい、来週次は金融のことについてのレベルアップの、この間の金融のことを教えてもらったじゃないですか。うん。それをもっと、ちょっと今の情景と、僕もいろいろ調べておきますので、行政のことだったりとか、金融のところとか、気になるところとか。ちょっとできれば質問もハイレベルでくれた方が嬉しいです。もっとのハイレベル。なるほど、わかりました。なんかこう大変なのが、じゃあちょっとこう、土台の、一番土台やと話すのが難しすぎてみたいな。はいはい、例え話が難しいんですよ。簡単に言うのが。
ああ、でも全然、なるべく簡単には言うべきだとは思いますけどね、やっぱりね。その、視聴者が、なんだろう、難しくなっちゃうというか、わけわかんなくなって、逆に全く見なくなっちゃうから、ゼロ人になっちゃうから。まあ、何でも話します。でね。これやっぱり、これ何回も何回も形変えて、言い方変えて、うん、結局は同じことを言ってるんで、毎回やっぱり見ていただいてね、うん、流れとか、どういう風な形になっていくとか、うん、じゃあ自分たちはどうしたいかって見えてくると思うんで、はい、テーマは違うけど、同じことを言ってますから、みたいな。原理原則は全く同じことで、最終頃は同じことってことですよね。これからも頑張って言い続けていきます。じゃあ、バイバイ。はい、お疲れ様です。はい。はい、ありがとう。はい、さよなら。はい。